皆さんは不揃いのリンゴたちというドラマをご存知でしょうか。1983年から1997年にかけてパート1からパート4まで放送。主題歌の愛しのエリーをはじめ、劇中にサザンオールスターズの名曲が流れていました。1980年代の学歴差別が恋愛や進路に悪い影響を与えることもありますが、不揃いのリンゴたちではそれらを乗り越えようと奮闘する若者の姿が、バブル時代の大学生活、仕事や就職事情などとともに描かれます。ドラマのオープニングで都会の風景をバックにリンゴを放り投げる映像が使われましたが、この映像は有名でパロディ作品も作られています。そんな不揃いのリンゴたちに出演した女優俳優の皆様の現在についてご紹介したいと思います。不揃いのリンゴたちはどんなドラマ。不揃いのリンゴたちはとある大学を舞台に、学歴差別、コンプレックスに悩みながらもそれを乗り越えて恋愛や進路の問題に奮闘する若者たちの姿が描かれています。そしてこの流れは男女7人夏物語のような青春群像劇へと続いていくのです。不揃いのリンゴたちパート1では大学生活が描かれ、パート2から4では社会人となった登場人物たちの成長ぶりが時代の移り変わりとともに描かれています。彼らは年とともに様々な問題に直面しますが、大人になりきれない人もいて、その対比が面白いです。落ちこぼれ大学生が社会人になり家庭を持つというストーリー。自分の人生と重ね合わせてみたりします。出演俳優女優の現在は、豪華なキャストとサザンオールスターズの名曲、そして当時の世相を反映して話題になった不揃いのリンゴたち。主要キャストとして出演していた女優俳優さんの現在に迫ってみましょう。中井貴一、中手川義雄。中井貴一さんは酒屋の次男で国際工業大学に通い、生真面目で不器用。合コンで知り合った女の子たちとの恋愛に揺れ動く中手川義雄を演じました。中井貴一さんといえばシリアスな役からコミカルな役まで幅広くこなす俳優として知られています。 CM でもよく見かけますね。ちなみに父親は昭和の名優佐田啓二さん、姉は女優の中井貴恵さんです。中井貴一さんの名付け親は名監督の小津安二郎さん。中井貴一さんは1982年映画連合艦隊でデビュー。この作品で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。不揃いのリンゴたち以降も大河ドラマ武田信玄、映画三吹市伝、 DC カードの CM など幅広く出演し、現在も活躍中です。中井貴一さんの妻吉谷真由子さんは外資系企業のキャリアウーマン。友人の紹介で知り合い結婚したそうです。お互いに信頼し合っているためでしょう。現在もおしどり夫婦で有名です。2020年のドラマ共演 NG、 2021年もバラエティサラメシのナレーションやインパクトのあるミキプルーンの CM、 そしてドラマ華麗なる一族など幅広く活躍中の中井貴一さん。今後も家庭を大切にしながら俳優として活躍していただきたいものです。時藤三郎、岩田健一。義雄の大学時代の仲間で喧嘩っ早くて活発な性格の岩田健一を演じたのは時藤三郎さん。時藤三郎さんは不揃いのリンゴたちで注目され、多くのドラマや映画に出演します。24時間戦えますかというキャッチコピーのリゲインの CM は話題になりましたが、この CM ソング勇気のしるしも自身が歌っており大ヒット。1999年には子供をのびのびと育てるために家族でニュージーランドに移住。役者の仕事はあまりせずに家族との触れ合いに時間を費やしました。子育てが一段落した2003年に帰国。映画海猿シリーズやドラマドクターコトー診療所シリーズなどに出演し、現在に至っています。
妻の時藤千佳さんは現在ライフカウンセラーとして活躍中。夫婦円満に暮らしているとのことです。息子の時藤祐樹さんは現在俳優をしており、ドラマ24ジャパンに出演。芸名は祐樹の印、リゲインから取ったとは何とも面白いですね。覚えやすいかも。娘のかなさんは2016年に歌手デビュー。 Amazon プライムの配信ドラマワピマリの挿入歌を歌っています。歌の才能は父親譲りかもしれませんね。手塚さとみ、水野陽子。手塚さとみさんの役は中手川たちが立ち上げたサークルに参加した看護学生水野陽子。きつい性格のため交際している岩田と対立します。ユニチカの2代目マスコットガールとしてデビューした手塚さとみさんはモデル、歌手として活躍。不揃いのリンゴたち以降は男女7人夏物語ほか、ドラマ、映画に出演し、1990年真田広之さんと結婚。2人の息子を授かりますが、後に離婚。シングルマザーとして育てた2人の息子が独立したため、2016年頃から本格的に女優として復帰。2020年ドラマ、ピンボケの家族、そして2021年は NHK 大河ドラマ、青天を衝けに出演し、元気な姿を見せてくれます。手塚さとみさんの息子さんたちも、メディアには時々登場しているようですが、やはりご両親に似てイケメンです。長男の手塚翔乃さんは、以前、音楽活動をされていましたが、現在は何をされているかは不明です。次男の手塚ひなとさんは、スペイン留学後、北海道で生活。森林ガイドの傍ら、地域活性化に力を尽くし、作成した楽曲を世界に発信しています。いくつになっても美しい手塚さとみさん。母親と女優業を見事に両立させ、現在もドラマやバラエティ番組などでお見かけしますが、今後も輝き続けていただきたいものです。石原まり子、宮本、門脇春江。石原まり子さんは、陽子の親友であり、後に中手川と付き合うようになる宮本、門脇春江の役でした。石原まり子さんは、1980年、とんだカップルのヒロインとしてデビュー。不揃いのリンゴたちなどで、清純派女優として人気を集めますが、その破天荒な言動のせいで、プッツン女優とも呼ばれ注目されました。2006年には、自身の恋愛遍歴を綴った自伝、不揃いな秘密を出版。この本については批判もありましたが、石原まり子さんは、これは暴露本ではなく、あくまでも自伝であると表現の自由という観点から反論しています。2018年には、水着のグラビア写真を披露して、往年の姿と変わらぬ美しさを見せてくれます。この芸能界復帰に対して、当時は、みんな驚きの声を上げましたが、2021年現在表立った活動はされていないようです。石原まり子さんについては、ブログのこと、激太り、病気などいろいろな噂がネット上で囁かれてはいますが、どれも確証はないようです。ある日突然、芸能活動再開。なんてことが起きるかもしれませんね。柳沢慎吾、西寺実。柳沢慎吾さんは、吉尾の大学時代の友人で、実家はラーメン店。女の子が好きなお調子者という西寺実を熱演しました。柳沢慎吾さんといえば、マシンガントークと、一人警察24時ネタですね。あのサイレンの音、昔は、うだったのですが、現在は、ああに変えているそうです。甲子園のサイレンも忘れてはいけませんね。不揃いのリンゴたちの後、トンネルズの特番に出演した時に言い放ったあばよの決め台詞も大ブレイク。いい夢見ろよ。も、山城慎吾さんらのモノマネやコント風の一人芝居も持ちネタで、プライベートでもあのテンションは全く変わらないそうです。1992年に一般女性と結婚した柳沢慎吾さん。お子さんはいません。現在も
夫婦二人の生活を楽しんでいるとのことです。2010年故郷の小田原市にてふるさと大使に任命。2016年には初の主演映画フィンチューに出演。2020年は応天門の変で時代劇での主演も果たします。2021年にはアンジェリーナ・ジョリー主演のモンタナの目撃者の公開直前イベントに出席しています。柳沢慎吾さんのマシンガントークと小ネタは健在。いや、ますます磨きがかかり、いつの日かハリウッド映画に進出なんてこともあるかもしれませんね。中島翔子、谷本、西寺彩子。中島翔子さんが演じたのは谷本、西寺彩子。体型にコンプレックスを持っているが、大人っぽい性格で思いやりもある女性でした。不揃いのリンゴたち出演後は、渡る世間は鬼ばかりにレギュラー出演。嫌味な性格の田島聖子役を演じ、彼女の代表作となります。太めの体型の役が定番でしたが、ダイエットに成功。フォト&エッセイ集を出版し、ヌードを披露しました。また1995年から1997年までニューヨークに留学し、その時の体験を描いたエッセイも話題に。中島翔子さんは2002年にジャズミュージシャンのデビッド・バークマンさんと結婚。ニューヨークで暮らしていましたが、現在は日本で暮らしています。中島翔子さんの日本でお芝居を続けていきたいという強い思いに応えて、日本に生活の拠点を移したのです。かつて文化庁派遣芸術家在外研修員としてアメリカに留学していたため、中島翔子さんは帰国子女と検索されることも多いそうですが、幼少の頃海外に住んでいたことはないので本来の意味とは違いますね。現在も夫婦二人で平穏に暮らしているようです。二人の夢は、将来は日本とアメリカ両国に半分ずつ暮らしたいということだそうです。国広富幸、本田修一。国広富幸さんは、頭はいいが人付き合いが苦手という東大のエリート本田修一を演じました。ぴったりな役ですね。ドラマ岸辺のアルバムでデビューした国広富幸さんは、噂の刑事トミーと待つ NHK 大河ドラマなどで活躍します。水沢亜希さんと婚約していた国広富幸さんですが、結婚寸前に二股交際が取り沙汰されたことにより破局。この時水沢亜希さんは成田空港の VIP ルームで記者会見を開きました。国広富幸さんは後に一般女性と結婚します。絵画やスキューバダイビングを趣味にしていて、特に絵画は独学で始めて、今や絵画展を開くほどになっています。国広富幸さんと一般女性である奥様の間には2人の娘さんがいらっしゃいます。長女は一般人ですが、次女の谷内梨沙さんはモデルを経て現在女優歌手として活躍中。親譲りのルックスの良さは抜群ですね。現在も俳優そして画家として活躍中の国広富幸さん。2020年は大河ドラマ「麒麟が来る」に出演。2021年はドラマ「プロミスシンデレラ」「欠点だらけの刑事」などに出演して大人の魅力を見せてくれます。今後も頑張ってほしいですね。高橋ひとみ、伊吹、本田夏恵。不揃いのリンゴたちでは秀一と付き合い結婚しますが、悩み事を抱えてしまうタイプのため自殺未遂も起こしてしまう伊吹、本田夏恵を演じた高橋ひとみさん。高橋ひとみさんは寺山修司の秘蔵っ子という触れ込みで舞台バルトークの青ひげ公の城でデビュー。以後スケバンデカ、ハネコマなど多くの映画ドラマに出演しています。寺山修司さん監督の上海異人館にも出演。そして不揃いのリンゴたちへの出演は寺山修司さんの推薦によるものでした。寺山修司さんの晩年に深く関わってきた高橋ひとみさんは今でも恩人として敬愛しているそうです。高橋ひとみさんは2013年に一般男性と結婚。
旦那さんは周囲からかっこいい、イケメンと絶賛されているそうです。とても温厚で優しい方で、お酒は飲めません。お酒好きの高橋ひとみさんはクローゼットに隠れてこっそり飲んでいるとのこと。旦那さんとラブラブな生活を送っている高橋ひとみさん、現在も舞台ドラマに活躍中です。2021年も舞台赤シャツドラマ准教授高槻明慶の推察シーズン2などに出演、アクセサリーのプロデュースも手掛けています。公式インスタグラムも要チェック。まとめ、今回は1980年代から90年代にかけて話題を呼んだドラマ不揃いのリンゴたちの出演女優俳優の皆様の現在についてご紹介いたしました。今思うと実に豪華なキャストが出演していたことがわかりますね。そしてサザンオールスターズの名曲の数々とともに様々なシーンが蘇ります。みんな青春してました。そして現在も様々な分野で活躍されていることは嬉しいですね。現代の青春群像劇の原点ともいえる不揃いのリンゴたち、この作品のテーマは今でも決して色褪せることはありません。